剣王軍の砦、ラオウの行方を聞き出そう。覇者剣王が夢にまで怯えるというのか。
まだ戦おうというのですか。もう勝負はついたはずです。ユリア、ウヌはこのラオウに情けを。このラオウ、もはや剣王の名はいらぬ。魔王となりて剣士郎を血の海に砕き沈めてやるわ。何？ユリア様が？何とぞ不動様の助けを。戦って不動の父さん、僕たちなら大丈夫。父さんの息子なもの。何あれ。不動、ウヌが動かずとこちらから出向いてやるわ。万人に慕われる善の不動だが、今の俺に必要なのはウヌの中に流れる鬼の血。不動よ、鬼神となって俺と戦え。さもなくば子供は全て殺す。カロウ、ついてこい、ラオウ。かつてこのラオウが唯一その存在に恐怖した男よ。参りました。カスどもめ、鼻から敵ではないわ。不動とか申したな。お主、物の命を何と心得。命？考えたこともないわ。母も知らぬ、父も知らぬ、故に命も知らぬ。なんだ貴様。ラオウ、動けぬか。鬼には勝てぬか。確かにあの頃は倒し奪い食らい飲む悪鬼の生活だった。だがあの時。なんだ小娘、俺が怖くないのか。何を隠しておる。どけ。生まれた。暖かいでしょう。これが命よ。俺はそれまで命などはウジ虫のごとく湧き出るものと思っていた。しかし俺はその子犬のあまりのか弱さにたじろいだ。そして幼かったユリアに知るはずのない母を見た。お許しくだされユリア様。この不動、汚れなき命のため鬼神となって戦おう。恐怖など飲み込んでくれよう。貴様の血とともに。良いか、このラオウの体、一歩でも退いたら容赦はいらぬ。この背に向かい全夜打ち放て。もし退くようならこのラオウの死、弟に勝てぬただの愚形。血をすする気で来い。さもなくば貴様に勝ち目はないぞ。Yeah!
まだだろう。それが俺の中に鬼を見るのはこれからだ。恐怖を感じたもの。剣王様、剣王様の様子がおかしい。放て、剣王様を援護するのだ。貴様ら勝手な真似を。この歩を進ませるのは子供たちの心。お前に見えるか、この悲しき瞳に宿る力が。ぬ、この目は。ケンシロウ。司令ラオウ。なんと、まさかこの剣王が退いていた。悲しみを知らぬ男に勝利はないのだ。父さん、お前たち。父さんは勝ったのだ。みんな強くなったな。貴様ら、なぜこの剣王をいなかった。しかし、あの時不動をいねば。どこまでもゲスな奴らよ。破れて命を拾おうとは思わぬわ。悲しみを知る人間こそ強者。悲しみを知らぬ人間に勝利はない。燃え盛る炎もこの完璧なる肉体を焼くことはできぬ。されど悲しみはこの肉体を凌駕するというのか。俺を恐怖させたもの、それは愛か。ならばケンシロウに勝つ道は一つ。ユリアよ、このラオウ、未だ愛を知らぬゆえに悲しみが見えぬ。愛とは、悲しみとは、知る術は一つ。ユリア、
お前の命をくれい。ケン、あれは。ラオウが呼んでいる。リン、アット、お前たちがこの最後の戦いを見届けるのだ。